365日毎日コーデ、今日もお送りしたいと思います。え、今日のテーマはですね、ちょいロックコーデということで、今日は、まあ、ちょっとねこうラフな感じのコーディネートに珍しくしてみました。で、今日のまあ主役はこのまずデニムジャケットですかね。まあ、デニムジャケットもパンツも結構ロックな感じなんですけど、まあ、デニムジャケットをメインにコーディネートしてみました。でですね、まあ、このデニムジャケットはサンプル品なので普通にお店では売ってないものなんですけど、結構丈が短めで袖はこう結構この辺まであって長めで、バランスがすごく綺麗なので体型が綺麗に見えるので結構ヘビーローテーションしてます。で、中に着てる T シャツはここにあのロゴで Vogue って書いてあるあのちょっとショート丈の T シャツを合わせました。まあ、ちょっとロックっぽくしたかったので、あんまりこうポップな感じのプリントとかは合わないと思うんですよね。なので文字が書いてあるねやつとか、あとまあよくロックティーってあるじゃないですか。これ中がロックティーでもすごい可愛いと思います。で、まあ、ロックといえばレザーかなっていう、まあ、私のイメージですけど、そういうイメージなので、レザーっぽいパンツ、これユニクロのものですが、これを着てみました。でですね、まあ、今日アウターなんですけど、アウターは逆にちょっとこうヴィンテージっぽいというか、あまりロックっぽくしすぎないようにこちらを着たいと思います。これはですね、東京ランプーンというセレクトショップで買ったニットなんですよね。ニットのコートです。で、ボタンがゴールドですごくこうアクセントになってて可愛いですね。はい、ということで今日はこれをですね、まあ、ちょっとダボっとあの休日にぴったりみたいな、ちょっとダボっとゆるっとした感じのコーディネートをしたいと思っています。これ結構ゆったりしてるので、中にジージャン着てても余裕で倒れます。こういう感じでですね、はい、今日はこういうコーデをしてみました。襟がダブルになるので、私はこう襟を中は立てて、外はまあ普通にこう倒れててっていう感じで着てみました。どうですかね、なんかあまりこう辛口すぎず、かといってダボっとしすぎずという感じで、ちょうどいいバランスになったんじゃないかなと思います。はい、まあ、赤も目を引きますしね、すごく可愛らしい感じに最後はアウターで仕上がるんじゃないかなと思います。ちなみに髪の毛もですね、あ、なんかロックとか言っててすごくなんかピチッとしてたらあんまり違うかなと思ったので、こうラフな感じでお団子みたいにまとめてみました。はい、ということで今日のコーディネートはこんな感じです。はい、そしてですね、下にリンク貼ってますが Google プラスのページも始めましたので、ぜひフォローしてください。そしてまだチャンネル登録をされてない方は、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。ということで、また明日お会いしましょう。バイバーイ。